しくは本市独自のこういった外部指導員、その先生を対象にした研修会、そういったのを検討できないのか、それについて、答弁をお願いします。お答えいたします。研修会を通しまして、学校教育における部活動についての共通認識を確認することができると考えています。さまざまな職種の指導者がいらっしゃいますので、立程調整や各学校の予防校や意見を取りまとめながら検討していきたいと思います。市独自の開催もできるのか、その点も含めまして、学校もとまた関係団体とも調整をしながら、検討していきたいと思います。会長、秋田隆司君。本社はですね、あと外部指導員もですね、通知前からやってきて、こういうスポーツ庁だったり文科省ができたのも、スポーツ界や活動指導員に関しての規則というか、そういうのは整備がまだなされてないのかな。で、多分教育委員会が把握されてない学校の責任が多くて、先ほどの保健所だったりとか、そういった部分でですね、今後かなり目まぐるしく変わっていくというような情報が、あります。ですので、この活動指導員をですね、どのように活用するのか、そういったこの部活動指導員から規則等をですね、整備を進めていくのか、そこら辺の見解をですね、お願いします。教育部長、宮永大志君。最初にお願いします。本年度学校教育法施行規則で改正されました。外部指導員は学校の教育計画に基づき生徒の自主性、自発的な参加により行われるスポーツ、文化などに関する教育活動である部活動を校長の監督を受け自主的に指導することに従事することができます。そのため、学校長は部活指導員に部活動の顧問を命じることができるようになります。しかし部活動指導員制度を取り入れるためには学校の設置者は部活動指導員にかかる規則等を整備をする必要があります。規則等には含む身分、勤務形態等の整備や、また報酬等の予算の確保が必要になります。そしてまた事前の研修や年間を通じた研修等を行う必要であります。そのために各学校からの部活動指導に関する意見、要望等を集約し、他の市町村の取り組む状況も含め、今後調査研究していきたいと思います。